こんにちは、キエです。今日は韓国で購入してきたものたちを紹介していきたいと思います。スタート。まずはね、今使ってるファンデーション、こちらのエスポアのクッションファンデです。エスポアのクッションファンデ初めて使うんですけど、こんな感じです。どうです？割と薄付きなのにカバー力しっかりある感じですかね。私の感覚的にはツヤっていうよりマットな気がします。マットなんだけど乾燥しないです。でマットすぎないから割とツヤもあるでしょ。ハイライトはね使ってないです。ここだけしてるか、ハイライト、この辺はしてないです。綺麗な仕上がりですね。韓国でメイクしてもらった時に使ったファンデーションがエスポアのねリキッドファンデーションとエチュードのリキッドファンデーションだったんですけど、それがねすっごく良かったから探したんですけど、リキッドは売り切れでした。なんですけど、あのエスポアがすごくね良かったから、クッションファンデもね試してみようと思って購入しました。すごく良かったです。はい、エスポアっていろいろ種類があるんですけど、なんでこれにしたかっていうと、もう韓国語も分かんないから、あのとりあえずこのねちっちゃいものがついてるセット売りのやつにしました。これはこのね3点セット、1個とリフィルとあとちっちゃいミニサイズのクッションファンデです。ミニサイズのクッションファンデって持ち運びにもすごく便利だからめちゃくちゃいいですよね。めっちゃ良くない？めっちゃさ、ミニのバッグとか持ったりするから、そういう時ってファンデって入んなくて諦めるんだけど、これがあればもう最強です。次はねこちらのルナのコンシーラーです。でこれも韓国のメイクさんが使ってて即買いしました。今ねネットでも韓国で使ってた化粧品たちをたくさん大量買いしてます。これもメイクさんが使ってたペリペラのリップです。今ね塗ってるリップなんですけど、こうやって見ると結構ピンクく見えるけど、でも塗ってみると実際そんな、ちょっと赤みのあるピンクかな、青みだけど赤みのあるピンクというか、塗る人によっても違うのかな。でもめっちゃ可愛いです。でこのリップはメイクさんもやってたんですけど、何かのリップの上に足すって感じの使い方がめっちゃいいなって思って、まあ、今はこれ単体で塗ってるんですけど、その使い方もめっちゃいいと思いました。でなんかこういう韓国のリップって荒れるのかなと思ったんですけど、全然荒れないです。はい、次はこちらのリップクリームです。韓国ねすごく乾燥したのでリップクリームをオリーブヤングで買ったんですけど、そのねなんかいっぱいリップクリームある中でこれが一番なんか王冠マークがついてて、まあ、有名なんかなと思って買いました。でこれ1プラス1ですごくお得でした。もう一個クッションファンデ、こちらのクリオのクッションファンデです。ツヤタイプを購入したんですけど、このツヤはもうねとんでもないぐらいツヤが出るので、ちょっとこれだけでは使えないですね。油が出てるみたいな感じぐらいツヤが出るのでパウダー必須です。はい、こんなにツヤが出るなんて逆にすごいですけど、すごいびっくりしました、これは。はい、はい、お次はパックです。今回の韓国は皮膚科に行ってエステの施術を受けたんですけど、顔の温度がすごく上がる施術だったので、もう温度を下げるのと水分をひたすら入れて保湿するっていうことをすごい考えてたから、そういうパックばっかり買ってきちゃいました。はい、そういうね施術した後は多分こういう冷却系のパックがおすすめです。まずはこのメディフィールのスペシャルケアですね。メディフィールってちょっとお値打ちなイメージがあるんですけど、これはすっごく高かったです。パックした後にこの美容液を入れるっていう感じですね。メディフィールの中ではすごくお高いねパックを購入しました。このパックは私がもうずっと使ってるナンバーズインさんの SOS 冷却シートかな。このパックもここに書いてあるように肌の温度を下げてくれるパックです。これもめっちゃお気に入りだし、ナンバーズインさんだとあとね3番のパックも大好きです。あとこのマスクもすごく気になったので購入しました。友達もねこのパック大好きって言ってて買ってて、私初めて使うんですけどめっちゃ楽しみです。これも水分系ですね。あともう一個スペシャルのパックを買ったんですけど、それはね施術後にすぐ使っちゃったのでこちらなんですけど、これめっちゃ良かったです。これも水分系のやつにしたんですけど、ゼリー状でシリコンのパックで40分ぐらい置くんですけど、もうすごく水分がもう入り込んでる感じ
すごかったです。お高いんですよ、本当に1500円とかめっちゃ高かったけど、もうそれをやってよかったなっていう感じでした。はい、なんか口コミにはなんかシワが消えたとかいろいろ書いてあって、そういう効果もあるんだなと思って、すごくおすすめです。はい、ちょっと美容系を長々と話したんですけど、次はね、今この着てる服です。韓国行ったら絶対に服を買うから、次の日の服持ってってなかったんで、でもね全然意外とね買い物してなくて、焦ってホンデで購入しました。でもこれもすごい可愛いです。中に着てるハイネックは自分で持ってきたものだったんで、そのハイネックにこのねちょっと変わった形のトップスを合わせました。パンツはブラウンのね、こういった分厚めのパンツなんですけど、まあ、全身はこんな感じです。はい、でね、すごい可愛いお気に入りの帽子まで買っちゃいました。はい、こんな感じの帽子です。めっちゃ可愛くて一目惚れして購入しました。この帽子はカロスキルで購入しました。めちゃくちゃ可愛いです。もう一個ね、カロスキルで買ったこちらのスウェットです。これはセブンティーンのね、ジョンハンがね着てて、まさかの見つけちゃったから可愛いと思って買っちゃいました。オタ活ですね。めちゃくちゃ可愛いし使えるしいいですね。はい、あとはこのイカのラーメンと、あとこのワッフルの残り1個、これもう大好きなの。次韓国行ったらまとめ買いしてこようと思ってます。今回ね1個しか買ってこれなくて、もっと買ってきます。で、はい、あとリップです。リップ、これもカロスキルで購入したこのリップ2色、ああ VDL っていうのかな、のリップ2色です。オレンジとベリー系の色買いました。こんな感じの色味です。このブランドさんのリップはめっちゃ発色が良くて、まあ、どの色も蛍光っぽい色味、まあ、派手な色って感じでした。はい、次はこちらのホリカホリカのリップです。オリーブヤングで購入したんですけど、ホリカホリカのリップがねもう超可愛くて3色も買っちゃいました。はい、こんな感じです。左上がピンクブラウン系で、左下が赤みオレンジで、右上がコーラルピンクっぽいですね。ホリカホリカのリップもめっちゃね発色良くて、なんか大好きな色がめっちゃありました。なのでねめっちゃ買っちゃった。オリーブヤングとか行くとめっちゃ買っちゃうんですよね。韓国で見つけてきたおすすめのリップはこんな感じです。はい、ということでこれから韓国行くよって方はね、ぜひこのね購入品を参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、コメントもお待ちしております。じゃあねー。